皆さんこんにちは、こじぴです。今週もこじたびチャンネル始まりましたけども、今週も鉄道編でございます。今日今いるところはこちら、大阪の梅田に来ております。で、今回この梅田の夜景から、梅田のね、街並みからお届けするわけなんですけども、今回ですね、お届けする企画は、私の大好きな駅の音を聞いてみようということで、今回紹介するのは、先ほども出ましたが、阪神電車の大阪梅田駅の駅メロディーということで、今日はここを取り上げようかなと思います。ここの駅メロディーはですね、まあ、大きな駅に限った話なんですけども、有名な音楽家さんが電車好きの音楽家さんが、作られたオリジナルのメロディーということで、私も非常に、大阪遠征の時に気に入っているメロディーでございます。今日はですね、そんな阪神梅田駅の駅メロディーをですね、駅の様相とともにお届けしようかなと思ってますんで、皆様最後までお付き合いください。では梅田駅の方へ行きましょう。で、今、いるのがですね、大阪駅の目の前に位置する歩道橋なんですけども、今 JR は、大阪駅になってるんですけども、ここからずっとここのですね、御堂筋南口をですね、ずっとまっすぐ歩いてると階段があって、このように四股に分かれている歩道橋があるんですけど、ここを左に行くと阪急の梅田駅にの中に阪急の梅田駅があります。いわゆる阪急百貨店というところです。で、こちらの方へ行くと梅田の西側、地下鉄の西梅田駅がある方へ向かいます。で、右側ですね、大阪駅を出て右側には、西梅田で、大阪駅からまっすぐ行くと先ほどの阪神梅田駅の方に行くんですけども、今回はまっすぐ大阪駅からまっすぐ進んで阪神の梅田駅へ向かいます。で、向こうにエレベーターがあるので、そちらの方で、駅のホームの中へ行きたいと思います。梅田駅のエレベーターです。歩道橋に隣接しているエレベーターがあります。で、今歩道橋がある場所は、梅田駅の2階になりますが、ここからずっとエレベーターで下に降りて地下2階へ行きます。はい、地下2階阪神電車の乗り場です。で、エレベーターを出てすぐ駅の改札に入るんですけども、そのちょっと右側を見るとミックスジュースのお店があったりとか、これも名物らしいです。先ほど紹介した、ミックスジュースのお店の、スペシャルミックスジュースです。フルーツの甘みを感じるここの名物です。おすすめミックスジュースで、その先右側には券売機で、ちょっと特別な切符が甲子園までの切符、これは主に高校野球とか、阪神タイガースの野球の試合とかで、時に使われる専用の切符だそうです。ちょっとね、なんか前得た情報なんですけど、甲子園で、高校野球があるときに、甲子園球場が、お客さんでいっぱいになると切符にですね、満員っていう刻印が押されるときがあるそうです。この券売機の切符の中にちょっと
気になる人はぜひ買ってみてはいかがでしょうか。梅田駅の中に入ったんですけども、改札を入ると、すぐ目の前にホームがありまして、いわゆるあのフォークとかでフォークの形を想像すると分かると思うんですけど、串型の、ホームが4つあります。ということで、梅田駅の様子をご紹介します。で、次出発するのが、急行なので、急行が止まるこの3番線でホームの発車メロディ、僕の大好きな、発車メロディをちょっと聞いてみたいと思います。結構ね、なかなかいい曲なんでおすすめです。ぜひ聴いてみてください。さあ、発車の1分前です。だいたいこの辺りから発車メロディが流れ始めると思うんで、ぜひ聴いてください。で、4番線に今電車が到着しますが、その音も聞いてみてください。これも最近追加された音だそうなので、ぜひ。聞き取りづらかったかもしれない方のために、今度は4番線から発車する、駅メロディー をスピーカーの近くでお届けします。線に電車が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。まもなく4番線に電車が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。
電車は各駅停車神田線の電車が発車します。各駅に停車します。発車までしばらくお待ちください。ご乗車の際には足元にご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。はい、ということで、大阪阪梅田駅、阪神の梅田駅の、私の大好きな駅メロディーをお届けしましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。皆さんもね、この曲を聴きにぜひ大阪の梅田に行ってみてはいかがでしょうか。あと阪神ではですね、あの神戸の三宮駅でも流れているということなので、ぜひ興味、あの遠征などで行かれる際はぜひそちらの方へ行ってみてはいかがでしょうか。ということで今回はこの動画終わりにしたいと思います。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた来週、バイバーイ。